カリブ海北西部の海底地形図。中央下が、ケイマントラフケイマントラフ周辺の、プレートズケイマントラフ、または、ケイマン海溝、バートレット海淵、バートレットトラフ、とは、カリブ海西部海底の、ジャマイカとケイマン諸島の間にある、小さな発散型境界を複合する、トランスフォーム断層でできた、プルアパート堆積本である。カリブ海で最も深い地点がある。また、 テクトニクスにおける北アメリカプレートとカリブプレートの境界を形成している。ウィンドワード海峡に始まり、キューバのマエストラ山脈の南を通り、グアテマラまで伸びている。トランスフォーム断層は、陸上でもモタグア断層としてまで続いており、グアテマラを横断して、太平洋の海底まで続いて、中央アメリカ海溝という沈み込みたいと交差している。比較的狭いトラフで、 方角で言うと東北東から西南西へ伸びている。最も深い地点は7686メートルである。トラフ内部に南北に走るゆっくり開く海嶺があり、最終的にメインの断層に沿って約420キロメートルほどの海嶺内し開溝ができる可能性がある。ケーマントラフは毎年1112ミ、mm、リメートルの割合で開いている。四深の間トラフは 南西へ動く北アメリカプレートの下に北東へ動くカリブプレートが沈み込むマエストラ山脈と海リッチの火山湖を形作る沈み込みたいだった。その一方で何人かの研究者は北米プレートではなくイーストキューバンマイクロプレートと呼ばれているプレートの破片の下に沈み込んでいるのだと主張している。2010年イギリスのサウサンプトンにある EN ナショナルオーシャノグラフィーセンターのチームが自立制御ロボット潜水艦を使って海溝全域の地図作りをはじめ深さ 5km の海底でブラックスモーカーを発見した。当時最も深いブラックスモーカーであった。2012年1月研究者らは摂四450度度を超える可能性がある水がある熱水噴出口の存在を発表した。これは知られている。 熱水噴出口の中では最も熱い。同時に研究者らは目がなく背中に光を感じる器官を持つエビを含む新種を発見したと発表した。ありがとうございます。